暫定制御モジュール暫定制御モジュールは国際宇宙ステーションのズベズダモジュールが壊れたり予定の打ち上げ期間内に打ち上げられなかった場合に備えてアメリカ航空宇宙局が製造した暫定的なタグの役割を果たすモジュールである偵察衛星を異なる軌道に配置させるのに用いられた TLD を元にしたものであるズベズダの推進系と同等の能力を与えることで ザーリャの寿命を伸ばすことを目的として準備されていた。1997年、NASA はアメリカ海軍研究所に対し、既存の宇宙船を改良し、ISS 用に低コストで緊急用に使える推進機能を持つ宇宙船の実現可能性について研究することを依頼した。NASA の要求するスケジュール内に実現し得ることがわかると NRL は、 正式に開発の推進を委託された。その当初から暫定制御モジュールはロシアのサービスモジュールの打ち上げが延期となった場合でもスケジュール通りに ISS の組み立て作業が行えるように ISS の姿勢制御とリブースト能力を確保するための緊急時の予備計画として準備された。暫定制御モジュールはスペースシャトルで打ち上げてザーリャに取り付けられた後 1>, 1年から3年間運用するのに必要な燃料を供給することになっていた。アイクムは現在はワシントン DC にある NRL のペイロード組み立て施設で将来の ISS ミッションで必要になった時のために保管されている。NRL ではアイクムの代替利用法についての検討も行っている。ありがとうございます。